皆さんの時間を奪おうとしている人が結構いるということなんです。株式会社8人動画宣伝コンサルタント坂田誠です。でまずですね、皆さんのね、時間っていうのを4分割しましょうと。エコチクはですね、その、やってる行動っていうのが、その時間っていうのが意味があるのかないのかっていうね、2つで、縦軸の方がですね、その行動っていうのをやる必要性が高いのか低いのかって、まあこの2つで 2×2 で4つです。当然まあ必要性の高いものやらなきゃいけないんで、ね、意味があってもなくてもね、やらなきゃいけない。まあこっちっていうのはルーチンワーク的なものですね。まあ意味ないんだけどやらなきゃいけないっていうね。そうするとですね、この必要性の低い時間っていうのの取り扱い方が重要になってきます。で、まあ端的に言うとですね、意味もないし必要性の低いことはね、やらないっていうことが大事っていうことなんですね。いや、そんな時間ないよって思ってるかもしれませんけど、結構普通にありますよ。Facebook のニュースフィードをタラタラとね、見てる。もうこれね、必要性も低いしね、意味ないわけです。まあその時間いらないってわけですから、意味もなく必要性の低い時間ですね、もうね、こっちに当てればですね、まだこっちにね、20分、30分って時間ができるわけなんですよね。例えばね、まあここね、まあこうやってスマホでね、Facebook ね、まあ意味やって見すぎてこうやって見てて、あ、今やってることは、意味があるんだろうかないんだろうかってふと振り返るわけですね。いや、このタラタラ Facebook にちょっと意味ないよな。やめた。意味なかったらね、まあ、ね、まだ意味あることをやろうという形でね、常に自分のやってる行動っていうのをですね、意味があるのかないのかっていうのを考えるっていうことがすごい大事なんですね。今の世の中で気をつけていただきたいのは、皆さんの時間を奪おうとしている人が結構いるということなんです。例えばね、ダラダラとやってソーシャルゲーム、まあいろんなゲームありますよね。あれっていうのもですね、皆さんからね、時間を奪うことで結局お金も奪うっていうことになるわけですね。だから意味なくね、もうソーシャルゲームタラタラやるっていうのも本当にいかんわけですよね。Facebook や YouTube をはじめとするソーシャルメディアも実はね、その時間を奪う傾向がすごい大いにあります。で、意味なくね、使っては見てるっていうね。ここもね、意味があるかないかということをしっかりと捉えて、で、それでね、ピタッと止めないと、本当にね、時間を奪われてしまうので、本当に今の世の中っていうのは時間の奪い合いでね、しかもね、自然にね、奪われて気づいてない方多いのでね、時間を奪われないよね。で、自分の意思を持って使うものだということを忘れないでください。あともう一点、動画やられている方に時間の使い方に気をつけていただきたいことがあります。動画をね、もうすでに聞き伝えている人は、意味がのある時間をね、しかも必要性高くやってるわけなんですけども、これっていうのはですね、何も意識せずにやってると、実はですね、この意味がないけど必要性の高い時間にこっちに来ることがあります。まあどういうことかっていうと、結局はね、ルーチンワークになるということですね。まあね、いつも通りやってるっていうだけですね。まあ、それ自体はね、意味がないわけじゃないですけど、自分の中のね、意思としての意味がなくなってきているので、どうなるかっていうとですね、まあここでね、成長がストップしてしまいます。なのでね、常にね、こっちに流れますので、ここにとどまり続けることですね、が大切です。まあどういうことかっていうとね、今日撮る動画は昨日よりもさらに良くしようというね、そういったね、向上心ですよね。ですので、常に、まあ動画やるにしてもですね、ここは要するにね、意思なんですよ。意思を持って動画をやることでね、常にやる時間を必要性を高く意味ある時間にして、向上し、見る人が増え、伝え、お客さんも増え、まあ売り上げも増えるというふうになりますので、常にここに意思を持ってね、動画もやるということを必ず心がけてやってください。今回は動画で成果を出すための実践するには時間がいいですね。時間の工面の仕方についてお話ししました。これ時間だけでなく、いろんなことをね、これから始めようっていう時にはすごい必要な考え方ですので、何かをしっかりと始めようと思われている方は、今日のね、考え方をしっかりマスターしてください。ということで、株式会社8円でこんなね、ノウハウをいろいろ配信しております。ひらがなで8円で検索をしてください。YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上、動画フル活用で中小企業の売り上げアップ。
株式会社パチエ動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。それではまたお会いしましょう。実際の成功事例から学ぶ。でもですね、これ実は難しかったりします。